ジョゼオスカーベルナルディジョゼオスカーベルナルディは、ブラジルミナスジェライス州出身の元サッカー選手、サッカー指導者。ポジションはディフェンダー。元ブラジル代表。オスカル、オスカールと表記されることもある。ブラジル代表として1978年、1982年、1986年と3度のワールドカップに出場し首相も務めた。 1978年大会では2次リーグにおいて最終節で特失点差でアルゼンチンに逆転され決勝進出を逃した。1982年大会の1次リーグスコットランド戦ではヘディングでゴールを決めた。クラブではブラジル国内でのプレーを経て1978年から約1年間ニューヨークコスモスでプレー、リーグ制覇を果たした。 1980年にサンパウロ FC に移籍、約8シーズンにわたりキャプテンとして、プレー、ウルグアイ代表のダリオペレーラと鉄壁の DF ラインを形成し、州の選手権では4度優勝。1986年にはブラジル全国選手権制覇に貢献した。1987年、カモアマネ監督が自ら交渉にあたり、日産自動車サッカー部に移籍した。 公主に活躍しただけでなく、クラブにプロ意識を与え、日産のサッカーを大きく変えるなど、チームに計り知れない好影響を与えた。1988から89シーズンには、日本サッカーリーグ、天皇杯、JSL カップの三冠達成に貢献、リーグ年間最優秀選手に選ばれた。1989年に、現役引退し、同クラブの監督に就任。 当時の日本国内では珍しかった、フィジカルコーチの昇平や、戦術面では3から5から2システムを採用するなど、新しい試みを実践しながら、翌年も3冠を達成した。1991から92シーズン、前半戦では低迷したため、これまでレギュラーであった、木村和史や水沼隆をベンチに置くなどの手こ入れを、図り、最終的にリーグ戦では2位まで持ち直した。 その後、ブラジル国内のクラブ等を渡り歩き、1995年に京都パープルサンガの監督に就任した。その年に京都を J1 昇格に導いたが1996年には開幕からリーグ戦15連敗を喫し、シーズン途中で解任された。J リーグ以前に世界トップクラスの現役選手が日本のクラブでプレーした初めてのケースであり、 その意味で先駆者である。帰国後はブラジル国内でサッカースクールを運営しているサッカーストライカーにおいてオスカーが解説するスーパースターの究極テクという連載をしていたカレッカ・ロジェミラなどありがとうございます。